元新日本プロレスのプロレスラーでボディービルダーとして活躍していた北村克也さんが12日に死去していたことが14日、分かった。複数の関係者が明らかにした。死因は不明。36歳だった。大のプロレスファンで知られる音楽ユニット、ファンキーモンキーベイビーズのファンキー加藤は同日、プロレスファンとしてのアカウント、プロレスリング加藤を更新。レスリングの下地と日本人離れした肉体で入団発表の段階からワクワクさせてくれた選手でした。と綴り、新日から静かにフェードアウトしたコウも YOUTUBE 等で活動を見守っていたので本当に残念です。ご冥福をお祈りいたします。と続けた。さらにこの日夜の新日、後楽園ホール大会の第4試合の6人タップマッチに出場したグレート、を、カーンが自身の名前がコールされた際、北村さんに捧げると見られる、マッスルポーズ、をしたことについて、オーカーン、素敵すぎるやろ、と記していた、ネットの声、これがステロイドを使うリスク、北村氏が使っていたか使ってないか真相がわからないじゃなくて、あの体は JBBF のトップ選手と比較すると使ってると言わざるを得ない、よく、フィットネスの選手が、覚悟があるなら使えばいい、というが、果たして何の覚悟なのか、その時ばかりの覚悟なのか、率直に言ってステロイド使って筋肥大を考えてる人は、将来にわたって国民健康保険を使えず医療費は全て10割負担。生活保護も不可でいいなら使えばいいと思う。ちなみに、透析が必要になっても全部自己負担で、透析1回あたり約3万円かかるから、週に3回で約9万円、月に約40万円近くかかることになる。これが将来起こったとしても全部自己負担なら使えばいい。20年間ジムに通っていましたが、その間に仲間が2人亡くなりました。2人ともボディビルダーで各種大会に参加し見事な筋肉を誇ってましたが、筋肉増強剤も植物性プロテイン摂取ぐらいで抑えていれば良いのにより効率の良いドーピングに引っかかるようなものを摂取していたようで、2人とも心筋梗塞で亡くなりました。私は大会に出るためじゃなくただ、見た目重視の筋肉とパワーアップが目的で、皆がやってる大会前の過酷な減量もなくのんきにやってましたが、人と競うために、これぐらいは大丈夫との甘えと、安直に結果が出る方法を覚えてしまうとどんどんとエスカレートしてしまう気がします。筋肉増強剤は人間の最も大事な筋肉である心臓の筋肉にも必ず影響を与えるはずです。ボディビルダーの大会でドーピング検査は聞いたことありません。絶対検査の必要ありだと思います。ご冥福をお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。